風で打球戻ってきますが、あーっと見失ってしまいました。山崎さん、はい、明らかに風の影響。バントしてフライになってワンバウンドになった。三塁へ投げてしまって一塁、一塁、それでもアウト、それでもアウト、それでもアウトです。どっちも見なくてサードから一塁転送、それでもアウトでした。だけどナイスバントだったですね、はい、ええ、これは猛チャージをフランクはかけてました。この位置ができるか、はい、しかしここは、ああ一塁はボール逸れた。カメラマン席に入っています。カメラマン席に入っていますです。変化球です、センターへ。これは上がりすぎ、助かったか。ツーアウトです。原波さんが、あーまさか落球、まさかの落球です。ツーアウトでした。バントした、ピッチャー取って二塁は無理です。一塁走行く、あーっと、なんですか今のか。上本は帰ってくる、ウォーミン6点目、6対、ね、最後はね、はい、目を切っちゃいけないのに、もうあっち向いてるんですよ。考えられないでしょ、ね、ちょっとこれはだから、これがやっぱりセカンドを慣れてない、はい、ファーストストライクでも打っていこうかという気になるんでしょうか。これは三塁側のファールエリア、眩しい中、おっとバルディリスト、キャッチャーの黒金が構えに入ったんですが、グラブに当ててこぼしたのはバルディリスト。そうですね、レフトへ井出が一旦前に出てきて、そっちへ下野が一旦前に出てきて、そのままとされました。ブラゼル三塁へ、ハフマン二塁へ。まあでも立ち上がりがそんな悪くはないですからね。そうですか、はい、キャッチャーの黒金が追う、あっとっと追い越してしまいました。ちょっと方向を間違えてしまったキャッチャーの黒金。上空したがってあの投球間隔も短くなりますよね。これはもう早めに、あーっとどうした桑原、滑りましたか。いやー今日2打数2安打ですが、コーズマ大志というところでしょうか。います。低めのボール、キャッチャー反らしてランナーホームに帰ってくる、どうか、ホームイン、同点。このボールを添えて2人目、角田もホームに帰った。マリーンズキャプテン、ここでバッテリーミス。2-2、5球目、サードバックホームできない、振り上げるボールが手につきませんでした。ランナースタート、いきなりスタートを切った、盗塁成功だ、それだそれだ、送球がそれて一気に三塁へ、2アウト三塁、足技、初球スタート、トゥトゥ外側だ、ランナースタートして、ここはどうだ、また送球がそれた、また送球がそれた、丸は三塁へ、ノーアウト三塁。スタートを切った、ここもどうでしょうか、センターへ抜ける、またしても盗塁して三塁へ行った、果敢な足技。弱点を見つけると果敢にそこを攻めてきます。内野ショートを少し前に置いています。セカンドは正面だ、ホームへ、あっと送球少し添えたが三本間に挟んでいる、あっと滑ってしまった、滑ってしまった、なんと黒羽ね、滑ってしまってアウトにできませんでした。ホームイン3対0、まあ、取れたですし、今この守備体系だったのでもうホームへ投げるしかなかったんですが、ホームも当然この三本間少なくともねアウトでできたはずでしたが、海星山球場、この土のグラウンド少しまあ滑ってしまったという黒羽、ね、トゥトゥから速いボールだ、右へ、バットの先でしたが、この打球はどうでしょうか、どうでしょうか、フェンスの一番上、さあランナーが次々とホームに帰ってくる、一塁ランナーちょっと中途半端な走塁で挟まれた、今度は打ったバッターが二塁三塁間、三本間、一塁ランナーはうまく横